生駒マ工作船は、奈良県生駒市の鳥居前駅から宝山寺駅をへ、イ駒マケーブルとも呼ばれる。鳥居前駅宝山寺駅間の宝山寺線、宝山寺駅生駒マ山上駅間の三条線の2区間からなる。宝山寺線は、日本最初の営業用ケーブルカーで、生駒マ聖店と呼ばれている、宝山寺への足であり、三条線は生駒マ山上にある遊園地、 二コマ三条遊園地への足となっている。宝山寺線は、2つのケーブルカーが並ぶ伏線だが、運用上は、それぞれが分離された、単線並列形態で、それぞれ宝山寺1号線、宝山寺2号線と呼ばれている。三条線は一つのケーブルカーからなる単線で、2つの途中駅がある。通常は、宝山寺1号線と三条線だけが運行され、正月などの多客期には、 宝山寺2号線も同時に運行されるほか、宝山寺1号線の点検時も宝山寺2号線が変わって運行される。通常、宝山寺1号線の点検は毎週木曜日に実施される。宝山寺線は沿線がマンションも建つなど住宅地化されているため、ケーブルカーとしては珍しく立派な通勤通学路線として機能している。 住宅地を通過するために踏切も3カ所存在し、そのうち1カ所は自動車が通過可能である。また、山条線にも歩行者専用の踏切が2カ所存在する。全線、大阪東葛部の管轄である。鳥居前3号踏切小間山中腹の住民にとっての通勤、生活路線であることから、運行時間帯は6時台前半から23時台後半までと、長い。 この他大晦日から元旦にかけては、終夜運転を行う。通常は、宝山寺1号線のみの運行で、運転間隔は朝ラッシュ時は15分ごと、日中から夜間にかけては20分ごと、深夜30分ごととなっている。所要時間5分。前期の終夜運転時間帯や、正月の初詣時期などは、宝山寺2号線も運行され、ピストン運転となる。GW や、 夏休みなどの繁忙期には10分間隔の運転も行う。日中のみの運転で運転間隔は40分ごとである。所要時間7分。自動の遠足など団体客があるときには臨時列車が設定される。また、生コマ3遊園地のナイター営業時には夜間も20分間隔で運転されるほか、GW や夏休みなどの繁忙期には10分間隔の運転を実施。 さらに1月1日の未明から朝にかけては、生駒山から初日の出を拝む客のために、朝5時30分過ぎから、頻発運転が行われる。通常は普通のみであるが、前日の夜間延長運転時と、臨時列車については、途中駅に停車しない直行として運転される。ただ、最近では、土休日に、生駒山上遊園地の営業時間に合わせて40分間隔で、 直行が運転されることが多くなっており、この時は普通と直行が20分間隔で交互に運転される。いずれも近畿車両性、制度装置はテオドルベル式で、軽的もアーバンライナー以降の特急車で使われている電気笛である。宝山寺1号線、三条線の小1系、小5系、宝山寺2号線の小3型とも全車車では、あるが、11系、 五15型にはラインデリアが、五3型には扇風機が装着されている。車番が偶数の車両は山上側に荷台を連結できる。宝山寺1号線は開業当初の木造車両を1928年に車体更新した小市系、祈り、恵みが使われ、日本で現役最古のケーブル車両として有名だったが、2000年に三条線の小5系。 小熊、白鳥とともに新型車両に置き換えられた。小五型は同時期に製造された宝山寺2号線の古三型とほぼ同型の車体であるが、車体長が長く、山上川のフロントガラスが古三型よりも下に寄っているものだった。引退した小市系一両が現在、生駒山独公園に保存されている。 2000年から運行されている車両は、宝山寺1号線が1999年7月にオープンした IPC ワンニャンフレアイパークにちなんで、車掌の帽子をかぶった犬を模したブル、双眼鏡で景色を覗いた三毛猫を模した三毛であり、三条線が音楽界と誕生日会をイメージしたもので、オルガンを模したドレミ、バースデーケーキを模したスイートである。なお、 車両の入れ替えについては、宝山寺1号線は近接道路から、三条線は生駒三条駅付近にて行われた。この4台の車両には、それぞれイルミネーションがあり、ブルは目と帽子の帯回りに、ミケは耳と双眼鏡の枠に、ドレミはトート記号と五線譜の上と下の部分に、スイートはロウソクの部分とケーキのクリームの部分にそれぞれ電色がついている。また、 かつては四大共通として、天窓の部分にも電飾があったが後に撤去された。ドレミには全面に楽譜を掲示しているが、曲名は山の音楽家である。ドレミのテーマ曲であり、生駒マ三条行きは宝山寺梅屋敷館で、宝山寺行きは生駒マ三条霞ヶ丘間でこの曲が流れ、直行の場合は駅を出発してから行き違う直前までこの曲が流れる。なお、 スイートは、ドレミと行き違う直前でこの曲が流れる。小11型は片側2箇所、小15型は片側3箇所の乗降扉があるが、陶器には、車内保温のために扉を半自動扱いにするため、扉横に開閉ボタンが設置されている。半自動扱いは、鳥居前駅、宝山寺駅、イ駒山城駅のみ実施するが、扉をすべて開けて、乗客を降ろし、その後扉を、 一旦閉めて半自動扱いとなる。ただし55系の場合、中扉にボタンがないため半自動扱い動機は中扉を、締め切り上口は2箇所となる。発射時間が近づくと一旦すべての扉を開け、発射時間になるとすべての扉を閉める。窓は下段が、 開閉可能な二段窓であるが、タバサミ事故による怪我防止のために乗務員席以外の下段の窓枠に5センチメートルほどのストッパーを設置して完全に閉まらなくしている。なお、この隙間部分にはゴムで隙間を埋める形となっている。5 11 5 15型は山上側の乗務員席周辺を除き、座席は全て山下側に向いたクロスシートであり、二人から一人掛けで配置されている。 ただし、乗務員席の後ろの座席は3人掛けである。また、51型には補助シートが設置されている。55系の座席については、乗務員席周辺を除き壁に対して直角ではなく、若干、斜め向けに設置されている。壁については、ブルがベージュ基調、ミケが桃色基調の模様入りであり、ドレミは緑系、スイートは桃色の単色である。 登場時は、天井付近に、車両の名前や、イラストや文字などのシールがたくさん貼られていたが、天窓のイルミネーション撤去と同時に全て取り外された。なお、2011年現在も、天井付近をよく見てみると、これらのシールが貼っていた跡が残っていることがわかる。ブルとミケには独自の車内アナウンスと BGM がある。車内アナウンスは、ブルが、男性の声、ミケが、 女性の声となっており、内容は、ケーブルカー車両、イコマ三条遊園地の紹介や、イコマケーブルの大まかな歴史などである。BGM は、ブルが、ピクニック、ミケが、猫踏んじゃったで、それぞれ車両の行き違い直前まで流れる。そして車両が行き違う際には告知のアナウンスの、校舎内で、互いの鳴き声を発する。なお、通勤通学時間帯や、早朝間時間帯は、 通常のアナウンスとなり、BGM 鳴き声は鳴らさない。また、陶器などの生駒マ3遊園地の閉園日は、時間帯に関係なく、通常のアナウンスとなる。ドレミとスイートにも、独自の車内アナウンスと BGM があり、車両が行き違う際、スイートでは、車内で、ファンファーレが鳴り、拍手と歓声が鳴る。ドレミは、スイートの逆で拍手と歓声が鳴り、ファンファーレが鳴る。 高山寺線とは異なり、季節や時間帯に関係なく、BGM は鳴らしている。終電装置はパンタグラフで、小1一型と小十5型は、シングルアーム式が一機設置されているが、正面から見て中央に設置せずに、山上側の正面から見て、右寄りに、麓側の正面から見て、左寄りに設置されている。これはかつて使われていた小一系、小5型が、 電源供給とは別に通信用に専用のパンタグラフと河川が使われ、小市系、小護系の現役時代末期に通信機器の無線化によって通信用のパンタグラフと河川が撤去された。山条線は運行本数が少なくなるために収容力を大きくしているため、宝山寺線よりも車体長が長い。また、宝山寺線よりも車体の角度が急になっているために、 現在のドレミとスイートでも山上側とふもと側とで全面の印象が異なっている。小5系の現役時代は梅屋敷駅と霞ヶ丘駅を利用する際は普通に乗車の上あらかじめ車掌に申し出る必要があったほか、小5系の車内にはバスと同様の降車ボタンが設置されていた。 高山寺二号線は営業再開時に導入された1953年製の在来車庫3型のままで、車番3がスズラン、車番4が白樺と称している。カラーリングはスズランがクリーム色と朱色のツートンカラーで、白樺はクリーム色と紺色のツートンカラーである。なお、白樺だけ、なぜ漢字なのかというと、ひらがなにして反対から読むと、 馬鹿らしいとなってしまうからと言われている。1999年10月から、ツートンカラーの朱色は赤に、紺色は青に変更し、イコマ山上遊園地をイメージしたイラストのラッピングを施した上で2両とも、夢イコマという愛称が付けられたが、2013年8月にイコマケーブル開業95周年を記念して、ラッピングの撤去と塗装を復元した上で、再び、 スズランと白樺の名称が与えられた。ただし、スズランと白樺のイラストや文字のフォントが夢いコマと称される前と異なっている。座席はボックスシートであるが、乗務員席の周辺には設置されていない。小三型は、菱し形パンタグラフが前後に2機、横に2機ずつ並べた形で、計4機設置されていた。山上の先頭から見て、右側のパンタグラフは、 電源供給用で、左側のパンタグラフは通信用であったが、夢いコマと称されるととも通信機器の無線化に伴い、通信用の2機が撤去された。この時に、天窓のガラスも青色から、クレー系に変更されている。製造当初は、手動ドアであったが、1969年6月に、三上線の古号型とともに、自動扉に改造され、 暖房機器と扇風機の設置改造も行われた。なお、この改造から3ヶ月後に、宝山寺線の小1型も小3型と同様の改造が行われた。小3型には専用の車内アナウンスと BGM があり、宝山寺駅は小11系、小3型ともに行き違いを終えた後に開業日について、また、鳥居前駅での乗り換えのアナウンスは、小11型では、ナ波バ、ナ 京都方面とアナウンスするに対し、子三型では、大阪南天尼崎、三宮、奈良、王子、学研奈良富ヶ丘、コスモスクエア方面とアナウンスしており、アナウンスの内容は子11型よりも詳細になっている。なお、子三型で流れる BGM は、西式工作戦と同じである。2005年にヤシマケーブルが廃止になってからは子三型が、 日本のケーブルカーで最古の現役車両となっている。ただし、台車については、別府楽天地ケーブル線に次いで2番目に古い。1918年に開業した、直後のイ駒工作線、イ駒工作鉄道中央行き違い線宝山寺線は、近鉄の前身である、大阪電気機動の系列会社のイ駒工作鉄道により、宝山寺への参拝客を見込んで、 三条線は、生駒三条に建設された、遊園地のためのアクセス路線として、大阪電気軌道によってそれぞれ開業した。なお、大阪電気軌道は開業直後の資金難の時に、宝山寺から再選を融通してもらったことがあり、ケーブル付設はその時の返礼も兼ねていた、とも言われている。全駅奈良県生駒市内に所在。大人片道の普通運賃は、以下の通り、 ありがとうございます。